はい、こんにちは、モカです。今日はですね、ギーラングの、アンガー 85X4K のシネフープをレビューしていきたいと思います。で、まず、今、もうちょっと広げてあるんですけども、こちらがセットの内容になっていまして、まず、アンガー 85X4K シネフープの本体。それから、予備フレームですね。ちょっとフレームも中身見てみましょうかね。フレームはですね、こういう形になってますね。で、FC の下何もついてないってちょっと特殊、変わったものになるんですけども、ここにアタッチメントをつけて FC と ESC を固定するというようなタイプになっています。で、あとは、予備のキャノピーですね。予備の方は白になってます。クリアですかね。スケルトンっぽいやつになってます。あと、それから、これはよくあるセットですけども、予備プロペラ、それから、カメラのステーですかね。で、あとはカメラのリモコン、それからバッテリーのゴムの予備、そして、FC のステーの予備ですかね。あと、ドライバーと、あとは、カメラのレンズ拭きですかね。というセットになっています。あとは、これは USB ケーブルですね。FC に接続するやつですね。が一つついています。で、私はですね、レシーバーを XM プラスにしたので、それのマニュアルが1枚。で、あとは、ギーラングの、ステッカーですかね。カードが1枚入っています。で、アンガー 85X4K シニフープの特徴なんですけども、まず一番これ、ポイントがですね、UV フィルターがついている、ND フィルターみたいなものだと思うんですけども、これがついているので、結構、日差しが強い、明るいところで撮影しても、ゼロが抑えられるっていうのが、このドローンの特徴ですね。で、私はこれが、キャノピーにこう止めるタイプかと思ってたら全然違っていて、カメラに直接取り付けるタイプになっています。なので、カデックスの、これカメラがカデックスのロリス 4K なんですけども、そのカメラをこういろいろ他の機体にも流用したいっていう方は、これ一つ、この機体一つ買っとくと、色使い回しが効く。少しちょっとこの、カメラの周りに、TPU 製のステイがついてるんですけども、これもうまく流用すれば、いろんな機体でこのレンズを使えるっていうのが、一つメリットかなと思います。で、続いてですね、パーツの構成もちょっとお伝えしていきたいと思います。で、モーターがですね、これが、見えますかね。1204の 5000kV。85mm サイズのフープだと結構珍しいと思うんですけども、結論から言うと、85mm サイズはの以上、あと95とかもそうなんですけども、1204の 5000kV が間違いなくいいですね。フライトが安定しますし、プロポッシュとかも全く出ないので、1105の 5000kV だと結構やっぱ無理してるかなっていうイメージですね。もう一度1204の 5000kV 使ったら、ちょっと1105の 5000kV は、個人的にはあんまりもう使いたくないというか、飛ばす場所にもよると思うんですけども、私は外でフライトすることが多いので、これぐらいのモーターの方が、安心してフライトできますね。で、振動もほとんどないので、個人的にはこっちの方が全然おすすめです。で、あと、FC と ESC が別体型になっていて、で、ESC は12アンペアですね。で、ブログの方でもちょっと書いたんですけども、初めからPRM フィルターが導入されているので、ちょっと設定は見直しが必要なんですけども、フィルターを初めから導入できている状態でフライトができるというのが一つメリットになっています。あとは、バッテリーはホルダーではなくて、こうやってゴムで留めるタイプで、こういう方が便利っちゃ便利なので、個人的にはいいかなと思います。
あとはですね、VTX は、200ワットまで切り替え可能な VTX になっていて、あとは、アンテナ、結構しっかりしたのがついてるんですけども、これであれば、安心してフライトできるかなというところですかね。で、実際に、もうフライトしてきているので、UV フィルターをつけたバージョンとつけてないバージョン、動画撮ってありますので、ちょっとフライト動画見て映像がどうなってるかというのを確認してもらえればと思います。